サーバントアサシン、名を警戒という。失敗した身で召喚されるというのも複雑な気分だが、今度はうまく立案しよう。まだ八号目というところか。まだまだかつての領域にはほど遠い。いいぞ、勘がだいぶ戻ってきた。完璧だ。これならあの皇帝を倒しきれる。よし、行くぞ。君、そろそろ旅に出るべきではないか。私は主を持たない主義だがね。まあ、君とは運命共同体さ。私は殺す。君は魔力を与える。別の方法で魔力をもらうのもありかな。へえ、あんた女だったのか。いや、すげえ。事実は小説よりなんとやらか。あの女、わらわも暗殺しようとしておるのではなかろうな。じぃ、好きなものか。酒、月、花、ただそれだけで人生は十分だ。嫌いなもの、友は好きだが家族は苦手かな。あまりに人生が守りに入ってしまう。聖杯に酒を継ぎ、月を見ながら一杯。そういうわけにもいくまいか。おや、想像しいな。様子を見に行こう。おや、触れたいのか。触れるなら喉がいいぞ。酒は飲めるか。別に酔いつぶれたいわけでも溺れたいわけでもない。ただ酒でこの世から浮きたい時もある。私の髪、まあ、すいてくれるのか。ありがとう、我が主よ。いつか帰らぬ旅に出る時もあるだろう。その時はどうか笑って見送ってくれ。泣いて引き止めることが愛でないこともあるのだから。